これですよこれ。あたかもちっちゃい地球を歩いてるかのような映像。素晴らしい。ラベさんちへようこそ。さて今日もやっていきましょう。相変わらず今月にも入ってですね、爆買いが止まっておりません。で洋服も買って、でさらにドローンも買ったんですけども、本日また新しい機材を購入しました。機材を購入した理由なんですけど、来月にカンボジアに行くじゃん。カンボジアでも本当にいろんな撮影がしたいなと思って、ちょっとどうしてもね欲しいなと思ってインターネットで調べようったったい。そしたらね、めっちゃ安くのっとっとっと、でそれがですね、バン、こちらです。この機材使うの僕2回目なんですよ。っていうか去年タイに行ったったい、タイに行ったったいっていう、そのタイはその、あ、わかるよ、もうなんか何人か突っ込みたかった人おるかもしれんけど、タイに行ったと。でその時にね、初田さんにお借りして、あのカメラを借りてちょっとあの撮影した映像があるんですけども、ババン、リコーシーターです。どんなカメラかというとですね、360度の映像が撮れるんですよ。すごくないですか。パパ、こんなカメラです。おっと、こんなカメラですか。これがその360度が撮れるんですよ、これで。でさらにね、俺がこれね、でも360度の映像がね撮りたいっていうよりかは、リトルプラネットっていうね、丸い地球の、もうちっちゃい地球を歩き寄るみたいなね映像が撮れるって。でそれが撮りたくてこれを買いました。そうで、どんな映像が撮れるって、これね、発売当初はそこそこ高かったっちゃけど、これ中古で買ったっちゃけど、1万9000円かなって買ったっちゃ。だいぶ安くなっとった。多分、新品で当時買ったら4万ぐらいするんじゃないかいな。実際にどんな映像が撮れるか、今から撮りに行ってみよう。さあ皆さん、帰ってまいりました。撮ってきました。ちょっとですね、皆様にこのシータの素晴らしさをですね、ちょっと見ていただきたいので、一緒に、この画面を、俺のこの画面を見ていきましょう。まず最初にですね、公園に行ってまいりました。で、これですね、この動画なんですけども、ポチッと、どうですか、この横にこうやってスライドさせることによって、ほらスライドさせていくことによってぐる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 回るんで、あ、いますね、僕がいますね、ここに。空の方向に行くと、またこれも変な世界観が生まれておりますね。すごくないですか、この世界観。さてこれですね、どんな遊びができるかというと、どう？宝部どこいる？宝部をどこにいるかって、見つかった？見つけれました？見つけれました？見つけた？どこにいました？そうですね。ここにいますね。ここにいますね。宝部を探せ、上級編に行ってみましょう。よろしいですか？さあ、どこにいますか？宝部、見つけれました？見つけた方はもうすぐに、あ、ここだって、もう画面をタッチするんですよ。タッチしたら何が起きるかって言ったら、何も起きないんですけども。見つけれました？見つけました？ここに、止まってます。あたかも、自分も車なのかと言わんばかりの、いでたちでございます。恥ずかしかった、これは。これは恥ずかしかったですよ、これやってるとき。これがしたいんじゃないんですよ。これがしたくて、買ったわけじゃないんですよ。どちらかというとですね、今から見せるこちらの動画。ですよ、いきますよ。ほら、宝部がね、こう掲げていくことによって、これですよ、これリトルプラネットっていう手法ですね。あたかもちっちゃい地球を歩いてるかのような映像。素晴らしい、これは素晴らしい、綺麗ですね。ただこれね、東京の、まあ、都心部とかビルがめっちゃ立っとうところでやると、これ全然良くないよ。もう、本当にある程度開けたところじゃないと、なんかこんな風に綺麗にならんとって。だって、その、空が映ってなんぼのね、映像と思うけん。結構公園とか海とかっていうとこじゃないと、山とかやったら木が邪魔してからねっていう感じがあったりして。ね、みんなも欲しくなったんじゃないですか。はい、というわけでございましてですね、今日は僕の新しいまたおもちゃを、紹介させてもらいました。以上、宝部亮次でございました。本日も動画を見てくださいまして誠にありがとうございました。また皆様のお帰りをお待ちしております。グッバイ、さよなら、再見、アディオス、バイバーイ。